ザッツ中華街。なんか私の調べたクワイチャイっていうところがね、このすぐ近くなんです。クリスマスツリーもある、すごい、クリスマス屋さん。なんか提灯が見えてきたよ、めっちゃ可愛いね。そのクワイチャイだよ。結構観光客にぎわってるな。お姉さんとお出迎え。すごい楽しいです。しかないな。超最高すぎたわ。こんな裏道にあるなんて謎だよね、観光スポットなのに。この土中華街的なとこを通っていこう。カラフルなドレス、おお面白いね。靴すごい、安いっていう噂のディオールルイヴィトン売ってるぞ。なかなか興味深いわね。すごい長々と続いてますね。すごい割と延々と続いてくな。カバー屋さんちょっと気になる。めっちゃあるじゃん。59RA ビンギー。なんかあるかな。これとか可愛いじゃん。背とかもいっぱいある。ヘアアクセとかあるかな。この辺買おうかな。カチューシャね、1200円ぐらいだった。リボンは600円、安くない？今のお店でアクセサリー買いました。全部ででも結構買ったけど4000円ぐらいかな。安いし良かったです。中華街を抜けたようです。大きな通りに出ました。今からね、シティギャラリーっていうところを目指して歩いてます。徒歩13分ぐらいって書いてあったんで割と近そうです。めちゃめちゃローカル感はあるけど、でも意外とツアリストも結構いる。湿気はすごいあるけどそんなに超暑いってほどじゃないかな。今は結構過ごしやすい。すごい開けたエリアに出てきました。シティギャラリーも本当近いし、ここさベストビューじゃね。すごいなんか素敵。